し、何してんのこんなとこで、探したよ。多分あなたが競馬のことを聞くと思って、外壁の調査をしていました。外壁調べで何になるの？もうさ、頼りにしてんだから、凱旋門賞の解明教えてよ。いくら私が、軸馬を当てても、あなたが買い目で外すかが意味がないかと思いますよ。そこまで言うことないじゃん。今日のシリウスステークスも、昨日の船橋のやつも当てたよ。海外は特に、私のような、AI の力が必要になりますよね。しかとですか。まあいいや、教えて。早く時間ないから。注目は、エネイブルですが、同枠になるのは間違いないですので、消耗戦になると厳しいかもしれません。私のおすすめは、3歳牝馬のラビアータと、ベリエキシュの、ストラディバリウスの2頭です。ペルシアンキングは、評価を下げます。あとは、ドイツダービーは、インスープまで抑えたが、大丈夫かと思いますよ。気になるのは、禁止薬物が出て、意気消金気味のA・オブライエン厩舎の4頭です。ここまでリサーチして、あなたが馬券を外したが、もう、あなたの馬券力は、ミトコンドリアの脳と同じです。そこまで言う？まあいいや、当ててやるから、見てて。スプリンターズステークスは、おそらく荒れますので、凱旋門賞を当てないと、月曜日まで、私は、機内モードになると思っていてください。オッケーオッケー、わかったよ。見てて、鉄拳の力を。紙芝居は時々見ますが、それほど興味はありません。いやいや、それ違う鉄拳。お、久しぶりやんね、鉄拳さん。最近あんた、シリかお尻か知らんけど、そこんとばっかりになんか頼っとらしかね。まあ言ったろうが、動物は動物にしか気持ちはわからんって。だけ、はよ俺に聞きにくれよかったもんば。こんなこと携帯とかお尻とかにばっか頼るけふげんことになるたいね。当たっとらんとやろ、どうせ。まあよかったい。今回はね、スプリンターズステークスば俺がきっちり当ててやるけんね。それで、俺の評価が上がるんやったらまたもう一丁、モグワンば買うてやってください。新聞は中けど、予想はしてやろう。んじゃあ行くよ。今回ね、秋の G1 開幕戦のスプリンターズステークス。今回ベストメンバーが揃ったわけじゃなかばって。そんな中ね、俺が推奨するとは、福永くんでございます。ミスターメロディーを俺は本命にします。去年の高松宮記念の勝ち馬で、今日はね、勝ち星からかなり遠ざかっとるけど、スプリント路線ではね、安定した成績を残しとるとたいね。今回がね、秋指導戦となったセントールステークスは、叩き台としては復調気配も感じたけ、ひと叩きして良くなった感じもする。もともとね、叩きて良くなるタイプの馬なんで、馬積みは十分考えられる。結構人気薄だけん、買いじゃなかろうかねと思いよるつだい。ただね、追い切りの動きは見よう限りでは、手前はね、よう買えんとたいこの馬。だけんね、右回りでどうかなっていう感じはしとる。同じように人気しとる、グラーレグリアバッテンが、この馬もね、手前はよう変えんたい。サウスポーって言うとかな。今回右回りの中山の1200メートルで、どこまで走り切るか、スピードはね、出し切るかっていうところは結構注目はしとる。まあ、牝馬でね、金量も2キロ少なか。そこはね、優位だとは思うとくけど、どがんしてもね、手前を買い切らんかったら、後半きつくなるとたい。あの中山の坂できつくなるとたい。おいはミスターメロディーから、内枠のモズスーパーフレアとダノンスマッシュの2頭に、本戦で行きたいと思っとる。穴馬中穴馬、名勝グロッケとライトン級。あとは大名富士。4枠から内側に穴馬が潜んどると思うときにしちゃい。
まあ総括は鉄拳さんに任せるけど、今回ねミスターメロディーの大掛けに期待しとってください。これでねミスターメロディーが来てくれたらモグアンバこうてやってください。時々散歩にも連れて行ってください。よろしゅう頼みます。鉄拳さん、じゃあねー。はい、というわけで、まあね、お二人というか一台と一匹の見解、ありがたくいただきました。で、まあまずですね、凱旋門賞なんですけど、まあね、やっぱ注目は今回ね3度目の奪還を狙うエネーブルですよね。まあ今回ね6歳になってどうかなと思いましたが、昨年はねバルトガイストの2着に敗れて3連覇の夢は砕かれました。しかしね、やはり今年の勢いとかいうのを見てみても、やっぱりね、初戦のエプリクスステークスでガイアーズに完敗しましたが、キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークスでは、後続に5馬身差をつけ連覇、G1 11勝目を挙げました。続くセプテンバーステークスも、61キロのトップハンデも背負いながら、7馬身差の圧勝というのは、やはり勝って当然のメンバーだったので、参考外かなというふうには思います。ただね、凱旋門賞を目標に仕上げられているのは間違いないですし、同枠っていうのと、あとかなりね、ロンシャンのこのコースっていうのがタフなコースであるのは間違いないので、そこら辺をね、どうこなせるかということ、そしてやはりそのシリーも言ってたように、まあ、同枠っていうのがね、今回間違いなさそうなんですよね。で、そこで足を取られて、ロンシャンのね、モグラの穴があるぐらいの、なんか、ことのババらしいんですよ。で、そういったところでね、どういった走りを見せてくれるのかっていうところは注目でありますが、僕はね、やはり今回ちょっと、怪しいのかなというふうに思っております。なので、今回ね、本命の方は、まあ、シリーが言うように、15番のラビアーですね。まあ、シーザースターズサンクっていうのもありますし、サドラーズウェズ系っていうのは結構ね、この凱旋門賞で構想する傾向にもあります。で、まあフランスからの遠征馬ではあるんですが、これね、かなりね、当時から期待されてた馬らしいので、前走ね、ベルメールステークスの2着っていうのがあります。で、やっぱり追い込み客室の馬でもありますので、広いコースでね、筋量差を生かした追い込みが期待できるというふうに思います。あとね、オブライエン厩舎の4頭なんですが、今回ね、ジャパンに武豊ジョッキーが騎乗されてますが、これはね、はっきり言って僕はちょっと厳しいのかなというふうに思ってます。うん。まあ、経験があるんで、まあまあ、よっぽどとは思うんですが、力関係的にはね、ちょっとね、ジャパンは少しだけ評価を下げようかなというふうに思ってます。ディアドラもね、日本ではね、そこそこ人気すると思うんですよ。ただし、申し訳ないけど、このね、全2走ですね、の成績を見てみると、G1、海外 G1 じゃね、ちょっと足りないかなというふうに思ってます。それぐらいだと、やっぱり隣のね、ストラティバリウスだとかいうのが、やっぱりいいのかなというふうに思いますので、今回ね、このラビアーからね、長芝券を買ってみたいなというふうに思ってます。で、改名なんですけれども、15番のラビアーから、まあ3連単の一等軸マルチ流しでいいと思いますが、まあ一応ね、念のためなんですよね。これエネーブル飛ぶと思うんですが、一応入れます。で、相手なんですけど、15番のラビアーから、12番と13番。すいません、ね、これゲート順に言ってるので、番号が違いますけど、画像の方にはきちんと出してもらえると思います。15番のラビアーから、12番、13番。7番、8番、6番、14番、このあたりまでいけばいいかなというふうに思ってます。60点買いでいこうと思います。で、あとですね、生まれの方もね若干買いたいなというところがありまして、3歳バシバリでいきたいなというふうに思います。で、ラビアから、12番と13番、この、それとね14番か、この3頭の3歳馬の長芝券というのも生まれんでね、買いたいなというふうに思いますので、凱旋門賞はこんな買い目でいきたいと思います。で、続いてなんですが、スプリンターズステークスですね。はい。ここはね、ちょっとね、僕も
福永ジョッキーのミスターメロディっていうのが非常に気になるわけで、まあこれをね、取捨をどうしようかというふうに思ってたところ、まあ消費地の方がミスターメロディがいいよっていうもんですから、僕はじゃあ、ここからね、ちょっと手広く、取りつこぼしがないように、また消費地から怒られないように流したいなというふうに思いますので、いつものね、三連複のフォーメーションで取りこぼしがないように頑張っていきたいと思います。内枠中心ですね。で、解明なんですけれども、7番のミスターメロディーが1投目、3連複のフォーメーションです。で、2投目にですね、2番、モズスーパーフレア、3番、ダノンスマッシュ、5番、名称グロッケ、6番、ライトン級、この4投を2投に進めます。そして、3投目なんですが、2番、3番、5番、6番、8番、10番、12番、13番、14番、あとは大外の16番まで。総勢ね、これ点数にすると30点外になりますが、まあ、ほぼほぼ取り組みはないです。モズスーパーフレアとミスターメロディーと、グランアレグリアのこの3頭で決まっちゃった場合が、今現状でですね、28倍ぐらいのオッズがついてますが、おそらくね、これ取り紙がないように多分最終的には決まるんじゃないかなというふうに思いますので、まあこんな解明で、いきたいなというふうに思います。まあね、1台と1匹からこれ外したら怒られちゃうので、なんとかね、この辺で当てたいなというふうには思いますので、皆さんもね、ぜひね、乗っかっていただければなと思います。ライブがしたかったんですけど、ちょっとね、今週ちょっとバタバタしてまして、G1 シーズンだったんで、なんとかしようと思ってたんですが、なかなかちょっと時間がなくてできない状況で申し訳なかったんですが、またね、ライブの方ね、バンバンやっていきたいと思いますので、皆さんチャンネル登録の方と高評価の方、よろしくお願いします。それでは、凱旋門賞、スプリンターズステークス当てましょう。チャンネル登録と高評価お願いします。